こんにちは、こんばんは、やすまるです。今日はクシナラゼロに行きたいと思います。前回の動画と同じ編成なんですけど、あのね、外でやっててちょっと一時停止して、で家に帰って、あ、どこまでやってたかなと思ったら潜入してたの忘れてて、まあ、あ、これ取れるなってことでやっていきたいと思います。それでね、前回と違うところは自陣とフレンドも全く同じなんだけど、つくよみが運極になってるよっていうところかな。もう完璧運枠として連れていってるんで、何個力をね出てきてくれるのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。まあ負けません、絶対負けない。でとりあえず輪痛が本当に楽しいから、そう、輪痛をねフレンドで、まあ湧いたらウォッカとか、まあ、フレンドの方でウォッカとか輪痛とかにしてくれてる人いっぱいいるんだけど、自分はね、リン2を使っちゃうかな。ナイス。まあでも、とりあえず長玉をちゃんと倒せないと。お、いいね、出しまーす。あ、待って、まあ今のは多分みんな見てないと思うんで見てないと思うんで、でも地味に次のリン2がいい位置だから、アバロンでマガタマ倒さないでいこう。シゼロもね、本当に38回かな、覇者の通り使ってめっちゃ強かったから、あ、うん、まあ、で感動したからね、本当に強くて、シゼロいてよかったなっていうか、いけ、ミーシャキシャキ70ぐらいかな、100、もうちょっとミー見てみようかな、過激遊撃か、なるほど。でガイアもまあ1人なら大丈夫かな、重なるとねかなりこれ痛いけど、ダメージ量が全く分かんなかったけど、とりあえず上で、であのマガタマも倒せばウォッカの超強貫通も通るから、ブロックされてなければね、それもかなり、まあ、ダメージソースにはなるのかなというところで、で突き読みはね、この SS はマガタマに打てば100万出るから、よし、 SS はなるべくマガタマにめがけて打ったりとかすると、まあ、効率よくダメージ与えられるんじゃないのかなと思いつつも、うん、出ましたね外でやってたからさ、モンストとかそこら辺は結構ね電池の減りが激しくて、よし、 先ほどね4体落ちたから、ラックで2拾ってきたかな。リン2の番が回ってこれてウィンウィンだから、多分マガタマやんなくても大丈夫だと思う。一旦で上がってくるよね、ワン、これ上がってこなかったら倒す、うん、だね。じゃあこっちかな、よいしょ。さっきねパルムのね、なんだっけ、滑らか口どけ上質の証っていうのを食べたんですよ、ダークショコラ、あれめっちゃ美味しかった今話すようなことじゃないかもしれないけど超美味しかった。まあパルムはね美味しいですよね、これも一体だから大丈夫だね。ガイアも重なるとやばい。昔そんなにチョコ食わなかったんだけど、最近食べるね、最近っていうか、まあ、食べれるようになった、そんな 90% とかそういうやつじゃない限り、よし、ここがね、ここ HP 高いから、ここちゃんと削れないと、だからリン2だったらマガタマ狙うとかしないと、よし、上も狙いつつ、いいね、ウォッカはいいね、マガタマ壊した後のウォッカは強い。これされたらね、横もいいんだけど、怖がったら横にするか、
おいくら、おいくら万円。うん、十分十分。山形蘇生の向かうことか。よしよしよし。よし、これで倒します。そろそろ。プルプルしてるけど、これね、アボロンが入れないからね。ゲージでアンチワープだったら、こうわざと入るってことができるからいいんだけど。その様はいずこにおわす。バトル3かな。ん？バトル2か。バトル2。リン2はこれ乗ってないよね。乗ってないよね。こう行きたいけど、ブロック絶対当たってるから。で、こうだと絶対ゲームするんだよな。こう行くか。当たってもしょうがない。ですよね。ですよね。まあ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 。スピード型だったらね、右から行こうってできるんだけど。ウォッカちゃんには下任せて。ゲージ決めてこの中で遊んで、でマガタガマが多分くしなだな方向にやるから別に倒さなくても大丈夫だと思うんだけど、とりあえずよし、 OKOK。 HP が約400万ぐらいなのかな。アブロン、アブロン、よしよしよし。これが本当にあれだよね、クシナラゼロのあれっていうのは、なんだ、ワープで遊ばれる、ワープじゃない、ブロックで遊ばれるってことか。いや、アバロンのね、斬撃もね、かなり強いんだよね。あれだな、ダメージ与えられてないな、うまく。蘇生が次蘇生かな。よし、ちょっとうまくダメージ与えられてないけど、ナイス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 。なるほど、マガタマできないか。これもクシナダを削っていこう。周り無視で、リン2もそう。アボロン当たりながらの、よし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 。で、次プルプル2ターンでしょ。で、1、2、3、よし。次マガタマが攻撃してくる前にリン2打てたいので、よし、突破だね。月読みもね、マガタマのレーザーっていうのかな、マガタマが5本レーザー打ってくるんだけど、その5本レーザーの真ん中のぶっちゃのくらいだと5万ぐらいいっちゃったりするから、あれをリンツに任せた。ドロップからのハートの脇はいいね。よし、マガタマはリンツに任せた。行け行け、リンツ。まあよかったよかった、倒せて。これ今月読みが食らってたら多分死んでる。てかハートがすごいね。ハートを取っときながらも、いいね、こんなに金があるってなんか気持ちいいね。1個ハート取って、ここもね、とりあえずクシナダは HP は高いからちゃんと計算してねやらなきゃいけないけれども、そんなにハート取らないで、そんな
そんなに張っとらないで。お、ナイス。ウォッカが食らってない。そう、いや、その状況感知がいい感じでしょう。蘇生で、あ、そこ蘇生か。まあ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 。次ガイアの攻撃来る前に倒しちゃえばいい話だね。倒します。よし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 、オッケーオッケー。スピードクリアが6かな。あと意外とねかかっちゃうんだよね。リントゥ横で、トラック横で、で、スピ読みもね、あの、あいつに SS 使えば100万ですから、本当は使いたかったんだけど、ガイアになっちゃうから、よし、普通に倒して、使ってこう。切れないで使えなくなっちゃうから、ちょっと画面遅れてるかな、これ。せっかくなんでアブロン使いたいと思います。多分大丈夫。まあ攻撃来ないからね。で、うーん、リンツも使っちゃう。多分死なない、多分死なない。鍛え上げし技と力、世に轟く姿。よし、多分死なない、多分死なない。これは SS 使った方がいいのかどうなのか。弱点がね手前だったらおそらく倒せたと思うんだけど、使わずに行こう。いや、安全に使っとくか。ちょっとスピフリならずだったけど、おっ、スピフリできましたね。できたできた。オッケーオッケー。あれだね、横動かしてよかったね。横ってのはアボロン、アボロン、アボロン斬撃ね。でここ、ここを見てもらいたかった。突き読み運極になっての1突き読み、突き読み。まあまあまあ、育ててよっていうことだね。まあでも、かなり時間はかかってるけど、さっきでね、キョロキョロってやって13分だったかな。だったね、もうちょっとは早く、今のパーティーで早くは13分だったと思うので、もうちょっと早くできると思うんですが、10分台は切りたいね。だけど、月読みがね、運枠になったから、シナラゼロも運極狙って頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。